ども、作者です。5月分テーマはゴールデンウィーク。割とネタつきがちなネタですが、なぜか典型が出たのでそれを書いていく。あと別赤の総合さんが配布したペンを使って書く。カバンのステッカーに小ネタ詰めたりしてるのでぜひ考えてみてくださいね。コメントしたりね。大きさのバランスが結構難しいのよ。下書き。組んでる足がわからない。ソニックロゴのフォント、書くには楽しいけど結構むずいのな。ステッカーの位置調整。線が描きます。線なしで行こうとしたけどそれはまた次回にね。セガロゴが多分一番難しかった。最初に言ったハイペンを使って色塗り。塗ってははみ出しを消しの繰り返し。カバンの色ちょっと迷った。赤系ってのは決めてたけどな。地図はソースのマップ参考に適当に書いてる。影書いて。ハイライト書いて。サイン書いて。白塗って。背景を結構迷った結果シンプルな空になった。でこれで完成。
いや、ほんと典型降りてきてよかったなーって思ったわ。毎年恒例ものは本当に枯渇するからなー。って言ってるけど来月でソニックシリーズ生誕30周年。お題は言わずもがな。気合い入れて書かなきゃな。ってことでご視聴ありがとうございました。